自分の好きな演技あるんだもん。親戚集めて。あ、最終節はあれだな、ゲフラも作ってるんですけどな、俺山田の。アウェー専用なんだ今日も。このあと選手会会長、選手代表挨拶を行います。北川俊選手、お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。選手会会長、北川です。不良になった、不良になったよ、なんか僕らみたいな人だよ。まず、1年間に1年の試合本当に戦っていただき本当にありがとうございます。はい、我々の J1 所属という目標は達成できなかったんですけど、まだ天皇杯で日本一に出るチャンスなので、皆さんのところにもう一度戦って全員で日本一取りましょう。はい、本当に42試合ホームとアウェー、いつでも僕らの後押しをしていただき本当にありがとうございました。この場に立たせてもらってます。この1週間、対談が決まって、チームメイトのみんなも僕に気を使ってくれたり、話しかけてくれて、本当に感謝しています。で、今から感謝申し上げます。山形に来て5年ですけど、美味しいお肉、おいしい米、おいしいフルーツ、ありがとう。
雨の日も、風の日も、酷暑の日も、極寒の日も、雪の日も、応援してくれてありがとう。J1 でも、J2 でも、変わらず応援してありがとう。遠い遠い九州、四国アウェーの地でも、車飛ばして、寝ずに来てくれた。ありがとう。初めて僕にちゃんと送ってくれてありがとう。そして僕に背番号7を預けてくれてありがとう。最後に僕はもとより何も知らない土地に来た家族を迎え入れてくれて本当にありがとうございます。感謝しても切れませんが、本当に皆さんのおかげでプロサッカー生活、山形でのプロサッカー生活を全うすることができました。まだ新たな道に進みますが、みんなの思いとこのチームメイトの思いを自分の糧にして、まだまだ成長していきたいと思います。頑張れよ。最後に名言言います。まっちゃんは山形から去ってもモンテのことはやられてらっしゃい。ありがとうございました。頑張れよ。大丈夫、全然やれんぞ。まだやれんぞ。まだやれんぞ。頑張れよ。誰がちゃんと歌え。そんなギャグいらん。ちょっともうみんな冷えてると思うけど、体今から温める準備はできてるか。飛び跳ねるぞ。最後にございます。一票お願いします。選挙法違反です。